さん、はい、鳥の木からお届け札幌ジーンズ館。皆さんこんにちは。こんにちは。札幌でご活躍の方を1年365日毎日ご紹介しております札幌ジーンズ館、私案内人の福津京子です。そして今日のゲストは株式会社長健代表取締役の太田稔さんです。太田稔です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。太田さんがですね、縦書きにこだわってらっしゃるんですよ。これは何でですか？これ自分の名前がですね、はい、左右対称、うん、はい、まあ、ただそれだけです。これ弦がいいらしいですよ、左右対称って、はい、ということで縦書き、はい、ご本人のこだわり、すいません、人と違うことをしてみたくて、そんな太田さんはどんなお仕事をされているのかというところを含めてですね、3つのキーワードを早速ご紹介していきたいと思います。はい、よろしくお願いします。3つのキーワードこちらです。じゃん、荒砥石、中砥石、仕上げ砥石。話すのも教えるのも好き、砥石を持って全国へ、海外へ。はい、ということで今日はこの3つのキーワードで伺ってまいります。はい、はじめに荒砥石、中砥石、仕上げ砥石って演歌の歌詞みたいになって、さざめ勇気なんとか勇気みたいなね、はい、そうですね、はい、こんな、キーワードにさせていただきましたが、太田さんはですね、移動でよくこう、私見たのは今回ちょっとご紹介するのが、うちの近所にすぐ裏の公園に来てもらいましてね、うちの包丁を研ぐのを教えていただいたんですけれども、スタートの頃はですね、よくご自宅の前に車で移動していって、はい、そして包丁を研いであげることを中心にしていたということ で、ね、はい、どんなことをされているのかってご紹介いただいていいですか？はい、僕の仕事はですね、うん、まあ、お電話で依頼されて、はい、まあ、紹介だったりね、ホームページを見て、うん、電話が来るわけですね、はい、でそこにお伺いして、うん、その場で研いでその場を渡しっていう仕事をしてます。はい、はい、うん、でそれが最初の頃はですね、個人宅が多かったんですよね、でまあ、最初の頃はラジオとか、うん、に出たら行きますよっていうのを言ってたので、はい、うちの近所でも来てたって近所の奥さんも言ってましたよ、はい、ちょうどですね、隣のマンションの方から電話があって、行って研いで、そういう仕事してた時代がありました。はい、それどれぐらい前なんですか？そうですね、もう3年ぐらいはそれをやってましたね。じゃあ今ご覧の方で、あ、うちの近所にもいたっていう方が結構 ねいらっしゃるかもしれませんが、はい、でだんだんまあ、業者が多くなってきて、はい、お肉屋さんだとか、市場だ、お魚屋さんだとか、はい、野菜のカット加工場だとか、学校ですとかね、大きなところが多くなっちゃって回りきれなくなっちゃって、はい、出るんですよね。なんか最近はそのわけでなかなか個人宅は行けなくなっちゃったんだけれども、はい、確かに今言われてみたら、何カット野菜すぐ切れなくなりそう、包丁あんだけいっぱい切ってたら、ね、毎日こう、うん、大量な、ものを朝から晩まで切ってるので、うん、すぐ切れなくなっちゃうんですよね、はい、はい、給食もそうですね、言われてみれば。そうですね、うん、はい、なんか珍しいところではこんなところも行ってるようなってありますか？今の時期ですと、はい、かき氷ですね、こういう昔の手回しのとか、機械で回るかき氷を作る機械の刃を研ぎに喫茶店に呼ばれていったり、あれも切れ味で氷のね、きめ細やかさが変わりそう。そうですね、ジャリジャリしたかき氷ができるのか、それとも滑らかな氷かき氷ができるのかで、研いだのと研いがないのでは違うと思います。そうですよね、はい、そんなわけですね、まあ、結構大きいところに呼ばれていくことが増えてきちゃったということなんですけれども、はい、まあ、ご商売的にはようございます。ありがとうございます、私それでですね、今日せっかく収録なので、じゃあどんな感じでやってるのっていうのを、はい、教えてもらい、方々ですね、自宅近くの公園に来ていただいて、はい、実際やってる映像がありますので、それを見ていただきながらこうやって、ご紹介をしていきたいと思います。順番で言うとどういう感じになるんですか？まずは。そうですね、ここにも書いたように、はい、まあ、荒砥石
でやって次中砥石でやって仕上げ砥石でやるんですけども、はい、砥石というと、うん、あの茶色い砥石を思い浮かべる人が多いと思うんですよね、うんうん、うちにもどっかにありますよ、はい、この頃使ってないけど。ただそれ一本でやるとこれがまたあの失敗の大きな原因なんですね、うんうん、で荒砥石があの一番重要で、研いでると刃先にあのザラッとしたものが、これが包丁だとするとこう触るとザラッとしたものが出るんですね、はい、バリとかまくれって言うんですけども、それを出すのがあの荒砥石の役割なんですね。うん、はい、で、まあ、普通の板組み具合ですと5、6分ですかね、荒砥石で一生懸命それが出るまでやります。そんなにやるんですか。はい、うん、5、6分まず荒砥石、ね、はい、でそれが出たら、うん、あの研げたよっていう合図です。それ以上は研がなくても大丈夫なんですね、はい、でいつまで研げばいいかっていう疑問持たれてる人結構多いと思うんですけど、はい、それが合図なんです。うーん、荒砥石でザラッとするのが、まあ、5分で出たらもう5分で終わる、はい、10分出なかったら10分頑張ってやりましょう、はい、で次の中砥石は、うん、茶色い砥石なんですけど、うん、どんな役割かというと、荒砥石で研ぐと、まあ、これが包丁だとすると、うん、傷がつきますよね、うん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 、その傷を滑らかにする役割が中砥石なんです、うん、でここで一つ注意なんですけど、はい、中砥石はかけすぎちゃうと、荒砥石でせっかくね、シュッというなんですか、薄くできたのが、はい、かけすぎちゃうとこう丸くなっちゃう。へえ、あ、そうですか、はい、うんうん、逆に切れなくしちゃうのでかけすぎに注意。へえ、で傷が目で見てなくなったら終わりですね、はい、で次の仕上げ砥石は何をする砥石かというと、はい、荒砥石で出たバリですね、うん、あれを取る役割が仕上げ砥石になります。あ、はい、ちょっと単純な質問ですけど、はい、3種類やらなきゃやっぱダメですか。そうですね、うん、どれか一つ抜かすと、失敗の原因になっちゃいますので、まあ、人間もそうですけど生まれてきて、はい、その人はその人なりの役割っていうのもあると思うんですよ、はい、まあ、それは30歳で気づくか40歳で気づくか、うん、50歳になって気づくかっていろいろあると思うんですけど、はい、砥石もその荒砥石の役割、うん、中砥石の役割、仕上げ砥石の役割っていうのがあって、ちゃんと存在してるわけなんですね。で作ってる人もこういう役割で作ってるんだよっていうのは作ってる人は知ってても、はい、買う人はわからないんですよね。だからそこの中間にそれを伝える役割の人が、必要だなって。自分はその研ぎをこういう役割で、砥石の役割を教えることによって自分の役割っていうのが存在してあるのかなっていうふうに感じてます、うん、やっぱり茶色いの一本だけよりも全然切れ味違いますもんね。そうですね、います。じゃあまずですね、荒砥石で、はい、包丁を潰してください、はい、もっともっと、はい、ギコギコしてください、はい、でスポンジを切ってみてください。はい、切れないです。もっとやってみて、すぐ切れなくなりますよね。うん、切れないですね、はい、はい、でまくれが出るまで研ぎます。はい、はい、では手で触ってまくれが出たかどうかをチェックしてみてください。まくれって何ですか。ザラザラしたのが出るんですよ。あ、はい、中砥石の役割は傷を取る役割なので、はい、かけすぎに注意ですね。傷が取れたら終わりです、はいはいはい、では今度仕上げ砥石に行きましょう。仕上げ砥石の役割は最初で出た、最初に出たまくれを取る砥石なので、はい、力を抜いて研ぎます。でまくれを取るコツがありましてですね、はい、砥石の角で包丁を滑らせます、はい、立ててスーッと、はい、でもう一回研ぎます。
で、まくれを取るコツが2つ目ありましてですね、はい、タオルでつまんでですね、まくれをこうつまむようにして取ります。はい、そうです。でもう1回研ぎまして、で最後にあのタオルで、はい、昔床屋さんがね、あのカミソリをこうやってやってたような感じで、はい、そうですそうです、はいはい、それでスポンジを切ってみてください。はい、おお、切れる、切れますね、切れますね、おお、切れます、すごい、切れました。どうですか、感想一言。はい、いや、すごい切れ味良くな、気持ちいいです。はい、ありがとうございます。ぜひお試しいただきたいと思います。はい、もう一つちょっと意地悪な質問でどうですか。あのデパートでね、デパートもあとよく通販とかで、はい、ジャジャっていうのあるじゃん、電気の包丁研ぎ、はい、簡易研ぎ機ですね。あれダメですかね。はい、うちにあるんですけど、はい、ダメです。ダメですか。ダメ、やっぱり1回2回なら、ね、あれ楽なんですけど、いいんですけど、結構シャッとなんか切れ味直った気するんですよ、うん、そうですね、切れなくなったなと思ったらジャジャジャってやるとね、はい、気のせいですね。気のせいですか。ダメか。まあ、その時は行くてもすぐ切れなくなっちゃうので、はい、やっぱりしっかりあのヘタでもあの砥石を用意していただいて研いだ方が長く切れます。うーん、そうなんです。で、何しろ、ポイントは荒砥石、中砥石、仕上げ砥石でございます。これで使うと全然違うということで、はい、違います。体験していただきたいと思います。簡単ですから、はい、簡単です。あ、私もやってみました。簡単でした。はい、で、あのスポンジ全然切れなかったのがサクッと切れた時の気持ちよさ、はい、あ、この包丁でトマト切りたいと思いましたね。そうですね、はい、全然違いますもんね。はい、まあ、やる前はね、うん、あの職人さんがやるものとかね、そういうふうに思ってるんですね、どなたも、はい、うん、それはなぜかというと誰からも一回も聞いたことがないんですよ。あ、はい、研ぐという、うん、あの作業をね、うん、で、あの例えば掃除とか洗濯とか、ね、はい、炊事とか、あの代々ねその家庭でこう、うん、受け継がれてきたものがありますよね。はい、でもあの研ぎ自体があのその時代のいつの時代からで、うん、こう切られちゃって忘れ去られちゃって、で今誰も研ぎ方を知らない時代になっちゃったと思うんですよね。はい、はい、なんかそんなあの僕はそういう研ぎ方をね、あの教える仕事をしてますけど、もっとなんかね、あの今の時代なんか忘れたられてるねことが仕事として成り立つんじゃないかなっていうね、うん、他にもまだあるんじゃないかなっていうふうな気がしてます。お魚を家でさばかなくなったからかなって今ちょっと一瞬思ったんですけど ね、私だけかな。どうですか。いや、そんなことないですよね。あの鮭がね、あのお歳暮だった時代がありますよね。はい、でだんだん鮭が切り身になったお歳暮に変化してね。ちゃんと切れてるの、最初から一匹になってるんだけどね。はい、はい、でだんだん鮭がお歳暮でなくなって、まあ、そういう時代の流れもあるんでしょうかね。うん、でも本当に切れ味のいい包丁でのお料理っていうのは本当に気持ちがいいし、はい、楽しいし、そうですね、もっともっといっぱい作ろうっていうような気持ちに本当なりますので、はい、この快適さをぜひ味わっていただきたいなっていうふうに思います。はい、さあ今包丁研ぎともう一つですね、あの大きな柱がございますので、ではその後に2つ目のキーワードで伺ってまいります。はい、2つ目こちらです。じゃん。